こんにちは、石崎です。本日は12球団の今季の戦いについてお話ししたいなと思います。すでに交流戦が開幕、12球団試合数的には残り100試合を下回り、だいたい3分の1程度が終了しています。まあ本来これは交流戦開幕と同時に上げたかったのですが、1球団とんでもないことになっていたので動画予定を変更して作成しております。今回は12球団開幕してからの各項目の現状と想定外などをそれぞれに分けて、ほとんど箇条書き的にお話ししたいなというふうに思います。そして今回はパリーグ、まずオリックスから。現在19勝26敗に分け借金7、3連覇中のチームで今季4連覇を狙う本当に大きな期待をされているチームですが、現在首位とは12ゲーム差、かなり苦しんでいて、ソフトバンクがやや苦しんでもオリックスも状態が上がっていないので追い詰めるという段階にないところです。全体的には投手も戦力ダウンが目立ちながら奮闘、ただ野手は主力が上がってきません。本当に一番悪かった時よりはそこは抜けているかなというところもありますが、苦しい内容は続いています。まず先発から。今季山本選手、山崎福也選手が移籍となった中で山岡選手が離脱、山下選手が乱調の後調整して一軍に復帰ということが期待されながら離脱、さらに田島選手も多く一軍でイニングとはならず間隔も空けた起用の中で苦しい内容、曽谷選手らの奮闘もあり、新助っ人のエスピノーザ、カスティーヨ2人で90イニングとチームトップクラスなど耐えている部分がありますが、戦力ダウンだったりここまで主力計算の低調というところは響いています。まあそれでも間隔を空けながらある程度ローテーションメンバーで多くイニングというところはできている部分もあり、先発として大きく決壊していないという時点で本当にすごいところではありますが、大きな強みとは言いづらい部分があります。そして救援陣、リリーフも苦しいです。勝ちパターンとして想定された選手たちが出遅れ、まだ勝ちパターンとして安定とはいかず、新戦力の小田島選手、高島選手、さらに育成獲得の井口選手、吉田晃生選手らが多く登板していますが、勝ちパターン絶対的とはなっていません。三振こそ奪えていますが、運用的にもロングから刻んだり少しらしくない系統もあります。もちろん勝ちパターン想定の投手が複数苦しいながら耐えられているといえばそうですが、こちらも強みとはなっておらず、単純に先発同様昨年からの戦力マイナス、離脱含めて数が減っていることが痛く、まあ、ペルドンも獲得というところでこれからの整備に期待されているところです。そして打撃陣、主力期待選手が数多く、ファースト、レフト、ライト、DH で高い火力を出し、キャッチャー、ショートでも森選手、紅林選手らでプラス、12球団でも火力が高いことがかなり期待をされていました。出遅れた中で中川圭太選手が好調ですが、本来プラスを出したい主力選手たちが苦しんでいます。出遅れた中で中川圭太選手が好調ですが本来プラスを出したい主力選手たちが苦しんでいます。森選手や西川選手も少しずつ上がってきたところはありますが、頓宮選手がこれから最昇格でしっかり上げられるかは大事ですし、苦しい中で支えてきてくれたセデーニョが冷えてくるなど、強力メンバーで1年間戦うということができておらず、シンプルに昨年より主力的な選手の低調が響いているところです。そしてロッテ、ロッテは直近4年で3度の2位、23年も2位と上位で戦うことができているチーム。今季は開幕当初から離脱者が出ていたり、新助っ人が軒並み投手で苦しいということはありますが、打力的には平均近辺からプラス、本塁打も出ていて三振も奪える投手陣、現在18年ぶりの9連勝といい戦いを見せることができ、現在は非常にいい状態です。まず先発から。ある程度平均クラス、佐々木朗希選手次第で一気にプラスに持っていける、そんな想定通り先発の安定感を見せています。日程的に6連戦がそこまで多くはないからこそ、6番手までマストではないところで、現在はローテーションもある程度足りています。岩下選手や高野選手、唐川選手や三馬選手らが挑戦したり、ブルペンデー的な起用もありましたが、ダイクストラらが怪我となった場合はやはり少し厳しいところがあるローテーションメンバーなんですよね。石川 M 選手の手術からの復帰が期待されるところですが、支配下に戻るタイミング非常に大事です。まあローテーションメンバー今の日程的には問題ないかなというふうに思いますが、佐々木朗希選手の離脱が長引いたり、さらに離脱が出るとカバーは難しいですので、5番手以前と6番手以降というところで少し差があるところかなと思います。そしてリリーフ陣、ペルドモ対談の中で新助っ人が稼働できていないのが大きな計算外、さらに当初は増田直也選手の不振、本来勝ちパターンに入ってほしかった西村選手や坂本選手と昨年稼働できた投手が当初から稼働することができず、毎年ホワイト運用と連投を避けた
た起用しながら勝ちパターンが変わるチームになっています。それでも少しずつ増田選手が防御率を良くしてきたり、岩下選手や澤田選手、国吉選手らで運用することはできています。さらに今年は鈴木翔太選手が非常にいい内容、困った時に彼がいるというのは頼もしく、飛躍を遂げているシーズンです。まあ少しクローザーチャレンジ的なところでは苦しい部分もありますが、引き消しだったり厳しい場面でも三振ゴロが取れる抜群の内容で、現段階では防御率 0.00、 まあ少しリリーフ全体で苦しい印象はあるかもしれませんが、三振も奪えていますし、まあ計算外がある中である程度再編的なところは進んできているのかなと思います。そして打撃陣、今季も若手のブレイクとはなっていませんが、中堅の岡選手、ベテランの角中選手、さらに両助っ人の長打力で今チームを上位に持っていくことができています。まあポジションを動かしている中で中村翔吾選手が苦しいところはありますが、二遊間は藤岡選手がいる上で友杉選手、小川選手で守備力はまとまってきています。山口選手が2軍となっていたり、上田選手も多く1軍とはなっていないなど、まだ若手からブレイクという長打的なところでのプラスは難しいですが、現在は長打が出てきていて得点も取れている、平均以上の火力を出すことができているチームにはなるかなと思います。そしてソフトバンク、ソフトバンクは今季首位独走中、打撃的には想定通り抜群、さらに想定されていた課題でもある先発投手で大きな改善があり、チーム全体で非常に良い戦い、まあ、一方救援的には当初不安、オスナが心配的なところはありましたが、防御率的に持ち直してきて結局強み、守備含め打撃すべて良く、投手野手ともに大きなプラスと言えます。ただ先日の楽天戦で2試合で33得点と一気に大量得点を挙げた試合がありましたが、その後打撃陣はかなり冷えてきて、ロッテ戦で3連敗があったり、まあ、交流戦入ってからも少し厳しい内容が見えているのは、今後打順の変更等があるかもしれません。まず先発、有原選手、大関選手以降で不安があったローテーション、特に大関選手も毎年離脱があるので2番手以降でかなり苦しんでいた先発陣、ただその中でモイネロ、大津選手の先発転向、そしてモイネロが安定してイニング、大津選手も全試合でクオリティスタート、そして柱としてはやや不安があったとしてもローテーション谷間、5、6番手的に東浜選手、スチュアート、和田選手らがいて、石川選手が先発、救援と行き来した起用、想定されていた課題とは程遠く大きな強みにすることができていると言えるでしょう。そして救援陣、登板肩気味な選手はいましたが、松本選手がすでに17ホールドポイント、津森選手も4勝などチームに勝利を持ってくる、接戦の中で抑えて打撃陣の援護で終盤に勝つ、そんな野球もできています。今年は昨年に比べて先発の安定感が増しているので、救援の負担があまりに大きすぎるということはありません。開幕当初は勝ちパターンでオスナがやや苦しいということがあり、まあ、実際奪三振率 3.32 などまだまだ不安はありますが、防御率的にはまとめてきているところはあります。防御率的にも気づけば1位、やや想定外なスタートでもありますが、全体的にまとめることはできているかなと思います。そして打撃陣、山川選手、近藤選手、柳田選手と最強クラスのクリーンアップ、その前の周東選手らも好調と、かなり打撃陣で穴がなく走塁でもプラスを出せる、そしてそもそも守備でもプラスを出せるメンバー、言うことがない野手でもあります。牧原選手が離脱しても三森選手が現在起用と選択肢はさすが、外野のサブでも河村選手がアピールなど競争は激しいチーム、ただ先にも申し上げた通り交流戦前終盤、特にロッテ戦では打撃陣で苦しんでしまって打率で下がっている選手が目立ちますが、まあ、現段階でスタッツで見てもパリーグで圧倒的な火力、そして走塁守備ともにトップであることは間違いないでしょう。そして楽天、今季戦力的なマイナスがあったり、先発課題のチームから則本選手を後ろに回す起用があったりと、再建的な部分が強いです。打撃的には平均もしくはそれ以上的なところが今年も期待されていましたが、投手で心配はありました。新体制の中である程度結果より来季以降につながる若手選手のブレイクというところ、いろんな選手の起用の模索が続いていくかなと思いましたが、現状は戦力的に苦しい上でなかなか選手の若返りというところも苦しいです。まず先発課題の中で早川選手、庄司選手を柱に据え、ポンセ、岸選手らでイニング、さらに 5,6 番手的なところで内選手、庄司選手、藤井選手、小蛇選手らに期待をされていました。実際内選手がローテーションで試合を作ってきたり、小蛇選手が2軍で着実に結果を残して1軍デビューで好投など良い段階を踏むことができていますが、庄司選手がまさかの苦戦、さらにポンセも乱調な試合があったりと、ローテーションでは大きな課題になっています。ルーキーの松田選手がまずまずロングや谷間先発等で貢献してくれていた部分もありますが、先発は全体的に苦しいです。そしてリリーフ、松井選手が抜け、安楽選手も抜けた中で則本選手が抑え起用、現状則本選手が守護神として安定感を見せていたり、酒井選手、孫チャーホーと経験のあるリリーフがまずまずの安定感を見せていたり、鈴木空選手もまずまずといったところ、
ただ藤平選手がスピードアップなど良さを見せていながら離脱となってしまったのは苦しいところです。再建的な部分もありいろんな選手が起用されていますが、まあ、ブレイク的な選手だったり復活的な選手が多くないのは苦しいところ。それでも経験のあるリリーフ中心に勝ちパターンをある程度再編できているのは良いところでもあるのかなと思います。そして野手、新体制再建的なところで若手を多く戦力化していきたいところではありますが、基本的に起用が多いのがベテランで中堅だったり今まで実績のある選手たちになります。鈴木大地選手が上がってきたところはありますが、伊藤幸也選手や平選手もなかなか起用を増やしていくことができず、安田選手や黒川選手、入江選手や吉野選手ら、これからコアになってほしい選手たちのブレイク的なところの兆しはまだ見えていません。今季アピールできているのは基本的に石原剛選手くらいで、昨年までと打力、守備含めて大きな変化がなく、むしろ小技的なところは増えている印象があります。昨年アピールしてくれていた中堅選手たちで、今季一軍で安定してくれている選手もいますが、気を減らしてしまっている選手もいます。辰巳選手が打撃で貢献していた時期もなかなか打順が上がらなかったり、運用的にも苦しい部分が目立つでしょう。そして西武、すでに監督が休養となったり今季かなり低迷が目立つ西武、先発はある程度武器で考えられていましたが、救援は新戦力中心で勝ちパターンの再構築も必要になっていて、打撃は新助っ人が打たないと昨年よりマイナスの致命的課題。その中で開幕当初から接戦を落とし続け、打撃課題と救援課題が大きく目立ってしまいました。まず先発、大きな武器、開幕当初はハイクオリティスタートが当たり前というくらいの先発陣でしたが、平選手が離脱してしまったり、松本選手がチーム事情もありリリーフとなったことで先発も穴が開きました。その中で青山選手や谷間的だったボーラが起用されたり、渡辺選手らも起用されていますが、掴めているのはボー高橋だけというところです。高橋光成選手もやや調子の波があり、今井選手も開幕当初から考えると少し調子の波も出てきていて、今最も安定しているのはルーキーの竹内選手。やや苦しくなってもハイクオリティスタート率はトップですし、イニングイートは武器ですが、この先発に多く勝利をつけるということはなかなかできていません。そしてリリーフ陣、リリーフは致命的な課題。先発が多くイニングを送ってくれるので救援の負担はそこまで多くありませんが、新戦力のヤン、甲斐野選手が勝ちパターンに入りきれず、アブレイユも守護神で耐えてくれていますが2打も出始めています。さらに接戦投手で勝ちパターンをつかみたい水上選手、本田選手、増田選手、豆田選手らも苦しく、佐藤俊介選手以外はなかなか勝ちパターン、接戦どちらも苦しいというところです。三振を多く奪いきれずパワー投手で苦しんでいて、打撃陣が低迷していることが目立ちますが、リリーフ苦戦もあって延長接戦等で苦しんでいるというのが響くでしょう。そして野手、新助っ人が打たないと火力を出せないチーム、現状想定通りです。アキラが当初コンタクトも長打を出せず、さらに怪我離脱、コルテロも苦しい内容が続き、中村選手も長打は出ながら打点は多くなく、佐藤龍生選手も主力的な期待で当初貢献も現在は苦しんでいます。殿崎選手、源田選手もプラスを出すことができず、古賀選手が最も打撃で期待できる状況。足も使えるわけではなく、チーム全体で攻撃力は致命的。監督が変わってどうにかなるとは思いませんが、新たなブレイク選手を何としても出さないといけないところです。そして日本ハム、2年連続最下位から今季上位を目指したいシーズン、歴史的な大型補強を行い、助っ人も大量獲得、 FA も2年連続で獲得し、さらに残留、そしてトレード組の躍動含め、少し前のトライアウト的なシーズンで結果を残せた選手が今の主力、育成的に大成功と言える選手は決して多くありませんが、チームは変わってきた部分があります。まず先発、先発では加藤貴之選手や伊藤博美選手に加え、 FA 加入の山崎幸也選手がクオリティスタートだけではなく、すでに2完投などイニングも投げることができ、チームの柱になることができています。彼らに加え、当初は北山選手がアピールしてくれていますが、今はやや苦しくなってきていたり、上原選手も厳しいというのは想定外でしょう。それでも若手有望株がしっかりアピールして、少しずつ一軍チャンスを掴んできていたり、4番手以降というところは競争が続きます。まあ、もちろん本来はバーヘーゲンとメインスケットが入ってきて欲しかったところで、彼が2軍でも苦しいというのはかなり大きな想定外、主力期待選手でも苦しいことがあるので想定とは正直違いますし、金村選手や根本選手は先発で1軍戦力として何としても戦力化安定させたいところです。現状先発のスタッツ的には苦しいところはありますが、柱の強さは非常に良いので、今後4番手以降の整備というところが必要になってくるかなと思います。そして救援陣、今季は勝ちパターンの一人の池田選手が離脱中、さらに新助っ人のザバラが2軍調整、ただその中で田中正義選手、河野選手は今年も勝ちパターンとして安定感を見せることができていて非常に頼もしいです。さらに彼らにつなぐリリーフでも杉浦選手、マーフィー、さらに矢沢選手らも含めて存在感を見せていて、先発のイニング的なところではリーグ全体で苦しんだり延長もあったりしますが、救援に関してはある程度武器にすることができているかなと思います。金村選手も救援の勝ちパターンから先発転向に
になってきている中でも計算外がありながら整備することはできているのかなと思います。そして打撃陣、今季助っ人で期待されているレイエス、スティーブンソンが存在感を見せた試合はありますが、長期的にはまだ定着とはなっていません。アリエル、万波選手、プラスで期待されていた助っ人が苦しい中で、郡司選手、タミヤ選手がアピールできていてコアになることができています。一方で清宮選手や野村選手ら、本来コアになっていかないといけない選手たちが苦しいです。もちろん郡司選手、アリエル、万波選手、タミヤ選手らでプラスを出せている部分はありますが、リーグ全体である程度平均クラス、それでもリーグ平均というところまで持ってきているところはありますし、投手野手どちらもこの2年近辺のチームの入れ替え、補強的なところが結果につながっている部分もあるかなと思います。パリーグ全体こんなところ。現在パリーグではソフトバンクが投打ともに噛み合い独走中ですが、ロッテはそのソフトバンク相手に3連勝して交流戦に突入、そしてロッテが現時点で9連勝とものすごい勢いを見せています。一方で監督がすでに休養となった西武、さらに再建ながらなかなか変化が見えない楽天など、かなり差も分かれています。日本ハムはある程度上位を現実的に狙えそうなシーズンでもある一方で、オリックスは4連覇を狙うシーズンとしてかなり厳しいスタート、そろそろ巻き返しがないと厳しいところ。まあ、逆にソフトバンク、ロッテに対して大きく負け越している西武、まあ、西武に勝ち越しをちゃんと作ってお得意様にできれば上位に行ける、逆に西武を取りこぼしているチームはなかなか上位に行けない、そういうところもあるのかなと思います。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。